嫌になってきた。行きます。あ、車が来る。すいません、これはもう人間が登る坂じゃないよ。サイクルガジェット、あ、まあこれは今から登りますみたいな感じで宣言すればいいんじゃない。開幕協会に来たから登るぜっていう宣言の動画。今あ、葉山はねじ伏せてやるみたいな感じで、ここはあの崖になってるから落ちないように、ん、やる気がない。嫌になってきた。え、でも幻高以上でしょ多分。さ、30超えてるやん。だって幻高登れなかったんですけど。何キロ？ 200 メートルぐらい。サイクルガジェット、怖いんだけど。最初から一番軽いギアにしとかんとね。全然伝わんねえ。立ち漕ぎじゃないと無理だからね。どっから立ち漕ぎにすればいいの？まあ、もう割と序盤からでいいと思うよ。これはもう人間が登る坂じゃないよ。さらに一段斜度が上がってない。これ自転車多分登る前提で作られてないでしょ。でも登れる人いるよ。マジで？なんかもうこれ見た瞬間なんかもうもう折れたでしょ。折れた。ここまではなんとか来れたよね。あの、ここ序盤からこの辺までは来れたんだね。そうね。そしてここでもうこれを見て、これを見てちょっとあそこに行く前にここに足をついておかないとと思って。ここも結構きつかった。前半もきつかったけど、でここからでは立ちこぎだ。いや無理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 。立ちこぎしたらなんか後ろに来ると怖い。ああ、じゃあ多分力尽きて多分前に踏めないと思う。もう踏めないか、うん、じゃあ上まで歩いてみましょう。サイクルガジェット、普通に歩くまでしたらめちゃくちゃ辛いんだけど。怖いよ。もしかして暗闇峠とかもこんな感じなのかな。近いものがあるかもしれない。33とかありそうじゃない。これはね、ここら辺で足つかないでマジでよかったわ。なんかつるって滑りそうじゃないこれ。道もね、結構大丈夫ですね。そうそうそう、転んだら痛いだろうな、これ。まだ続くぞこれ。あ、そうだよ。え、もうこれどこで終わり。この細い道をずーって登り切ったところでおしまいです。歩きの方が辛い気がする。あれで終わり？そう、あそこで終わり。え、どこまで登れた？ちなみに。あの電信柱のあたりかな。ダンシングができなくなった？もう体重かけても回らなくなった。だよね。28T だから 34T ぐらいリアが。これも 28？28 だと思う。ああ、じゃあ一緒か。34ってめちゃくちゃこれがでかいやつじゃん。そう。でないと回せないと思う。ああ。はい、行ってみましょう。テンション重い。張り切って。確かに足が滑る。あ、車が来る。サイクルガジェット。どっちが教会なの？もうちょっと行ったところになるよ。あ、怖い。もうこれじゃない？
行け。行くのか。まだ先だよ。サイクルガジェット。登ってる。ん？なんかある。猫。ここが教会です。すいません。ここ全部登ってこられたんですか。すごいですね。なんか登るコツとかないんですか。登るコツ。踏ん張る。何 T なんですかそれ。これはもう登り用なんで 34T。 あ、34。3年前でも初めて登った時は28で登りました。すごい。同じだ。気をつけて。若い人は同じく若い人なんですけど。サイクルガジェット。いい景色だよね。海の向こう、島がちょんってあるじゃん。あれ、あの島なの？うん。登れる自信は？いや、ねえよ。やば。この先がね、やばいから。お、いけるか。いけるか。すごい。すげえ。頑張ってる。降りた。あれだな、ここで。すごい、さすが。やっぱダンシングした方がいいのかな。やっぱそこか。前もそこだったの？ダンシングしてそれか。サイクルガジェット。まあこれは思い出として来るのはありだね。そうだね、登れない思い出として。足に自信があるかつヒルクライムが好きな人だったら登る方がいいかもね。ここ登れたらもうどこでも登れるよね多分。まあいけんじゃない。これこそが激坂だよ。そうだね。これ激坂すぎるけど、これは激坂ポイントで言うと何点ぐらいですか。5点満点で10点。限界を突破してる。まあね、もう1枚あればなんかいけすんじゃないかな。 29T ってこと。いや、29ってのはないから30かな。 30T 30、もしくは32があれば回せるかもしれないとは思うけど、でも俺の足ではもう無理です。これ女子で登れる人いるのかな。いるか。ガチでやってる人はいけるでしょう。サイクルガジェット。綺麗。いいね、なんか。葉山教会はあそこを一つ越えた向こうにある。あの山じゃないの？を一つ越えます。じゃあ葉山行った後にここ来れるね。あ、そうね。朝一で葉山挑戦して、で午後はのんびりくつろぐ。観光みたいなね。